はい、皆さんこんにちは。今回は、スマホゲームゾンビハンターやっていきたいと思います。このゲームは基本的にあのゾンビと、まあ、戦うっていうゲームで、今回はまだハロウィンのなんかイベントやってるっぽい、なんか敵がかぼちゃつけてるということで、やっていきましょう。これ一応ある程度は進めてるんだけど、普通に面白い。広告がほぼないに等しいから、すごいいい感じ。最近のスマホゲームってマジであの広告が異常に多かったりするからめっちゃ嫌。敵が顔がつけてる。このゲームも一応広告あるけど、なんか強制ではないって感じ。やばい、強制ではないか。すごい余計だ。これでしょう。じゃあ爆発、うー爆発、よし。あ、最後かな。ドン。このビデオを見るとかで、この、なんだろう、物資とかを増やすとかはあるけど、強制的に見せられるのがないから本当に助かる。さすがにな、でも課金はしたくないけどな。いや、久しぶりにいいゲームに出会った。これも TikTok でなんか宣伝してて見つけたんだけど。爆発しろ。走ってくれな。走ってくれな。爆破。何？走ってくれな。どこだろう。来てくるな。よし。煙で、煙で見えにくい。毒野郎。ウィンウィン。ビクトリー。いや、こういうほんとスマホのゲームで編集しなくて済むってめっちゃ助かる。なんか勝手に広告とかね、ステージ終わるごとに広告とか入るゲームあるから、そしたら動画を分割したりして余分なとこを切ってみたいにしないといけないから、それ考えたらめっちゃ助かる。うわ、いっぱいおる。あ、でも爆発。早い。でしかも金塊1個だったら別になんかほんと広告見なくてもいいもんな、ぶっちゃけ。まあ、見た方がね、まあ、いいっちゃいいけど。
ソガンじゃないやつを好き。結構なんかマシンガンみたいなやつ育ててた記憶があるんだけど、マシンガンに変えたいんだけどな。こんなでかいやつはまだ出てきてないね。カロリー連動庫面白い。ちょうどだ。無理です。課金は進めないでください。これでも動画撮り終わったらちょっとマシンガンに変えれるかどうかちょっと調べてみよう。個人的にはマシンガンで言いたいな。チャレンジ走ってくな走ってくな、嘘マジか、爆弾で死んだ、あの距離で初めて死んだ。やっぱちょっと距離感を気をつけておく。寄せて。
はい、ということで、動画の経過時間が10分超えましたので、今回はここで終わりたいと思います。まあ、ゲーム内容は見てもらったら分かってもらえるかなと、はい、思いました。非常に広告が少ない有料ゲームだと僕は思います。よかったらダウンロードして遊んでみてください。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。